はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、最近アマゾンで、結構ね、いろんなものをまた買ってるんですけど、その中でも、安くていいものをですね、3つ厳選して紹介していきたいと思います。はい。今回ね、買ったものに関してはですね、合計でも、ほんと3000円いかないぐらいですよ。っていう感じなので、本当にね、めちゃめちゃ安いんですけど、だけど、結構、ね、生活が、豊かになるというか、便利になるようなグッズがいくつかありますので、ちょっとこれからね、紹介していきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということで、まず一つ目から紹介していきます。今回紹介していくのはね、どれもこのデスク周りとか、割とこの身近に置いとけるようなアイテムになってます。で、まず一つ目が、こちらになります。じゃじゃーんと出てきまして、こちらですね。これがですね、レイメイフジっていうところのペンケースデテクールっていうものになります。で、これがカラーがですね、グリーンのものになります。はい。これですね、ペンケースっていう名前がついてる通り、ペンとかをですね、入れておくケースになります。ちょっと厚めのね、筆箱みたいな形になるんですけど、これがですね、結構便利な機能がいくつかあります。はい。まず、外観的にはこんな感じですね。こういった形の見た目になっております。はい。で、ペンケースで、この中身をですね、開けるときは、ここにですね、ジッパーがついてまして、これをまず開けていきます。ギュッと。開けていきます。で、今ちょっともう中身入っちゃってるんですけど、開けるときは下からですね、この蓋みたいなところをパッと開けます。で、この蓋の先端には、まずマグネットが入ってます。で、ここにもマグネットがついてるので、パッとね、自動でこのマグネットで吸着してくっつくようになっています。なので、基本的にジッパーは、普段はですね、開けといてもいいと思います。持ち運ばない限りはね。で、こちらの、蓋の部分をですね、こう開いてあげますと。そうすると、ペンケースがね、こうあるので、ペンが入ってるんですね。ちなみにこの裏側の、この下の部分にですね、こちらにも、なんとマグネットが入ってるので、こんな感じでね、蓋を持ってくると、下でこうマグネットで、くっつけて、この状態で、固定することができます。こういう感じ。で、こうしてあげると、デスクの上とかに置いといて、取り出しやすい、ペンケースになるんですね。で、この状態でも、一応ね、取ろうと思えばこう取り出してね、使えるんですけど、それだけじゃないんですよ。こちらはですね、ちょっとここの部分を手前にキュッと引っ張ってくると、こう角度をですね、つけることができるようになってます。こんな感じ。で、戻すときはキュッと押してあげると角度が戻ります。なので、デスクの上とかに置いといて、キュッとこう角度つけて、スッと。取り出しやすいっていうのがポイントですね。角度をつけられる。で、しまうときも角度がついてるから、すごいしまいやすいんですよね。で、そこがポイントになっています。この部分に布の紐みたいなものがついてるんですけど、こちらでこの固定されてるので、ある一定以上の、これ以上の角度はいかないようになってるので、飛び出しちゃったりとかっていうことは基本的にないというところ。で、あともう一個ですね、これ面白い機能があって、ここにですね、小さいね、ポケットがあって、この中に、さらに小さい小物とかをですね、入れておけます。はい。ペンとか、ちょっと長めのものはこっちにこう、入れといてあげて、ここにですね、ちょっともう入ってるんですけど、スッと。はい、こんな感じで。よく使うこの SD カードとかですね、そういったものをここに入れとくと、机の上が SD カードだらけでごちゃごちゃになっちゃったりとかしないっていう感じで、その辺ですね、収納することができるっていう感じですね。スッと入れといてあげます。この部分に取っ手もついてるので、こんな感じで、ここつまんで持ってあげたりとかね、持ち運んだりとか、デスクとかにフックとかあったら、このフックにかけとくこともできますね。そんな感じで、何を入れるかも自由だし、使い方の幅も結構広いので、かなり便利なね、このペンケースとなっております。ペンケースだけど、ガジェットケースとしても使えそうですよね。結構この、この中に、結構よく使うね、ちょっと長めの、これダンちゃんですけど、こういったものとか入れといてもいいし。で、こう、閉まってあげて、蓋も閉じれますよっていう感じのアイテムになります。これが Amazon で2180円で売っております。これも最近購入して2個ね、買ってます。で、うちでも運用してるものになります。はい、で、次2つ目なんですけども、2つ目がですね、こちらですね。キュッと開けますと、この中に実は入ってるんですけど、これでございます。ちょっと今回ね、こういった、文房具系が結構多くなってきてるんですけど、これもちょっと一部ガジェット的な機能が入っております。これ一見すると、ボールペンなんですよね。ペンだと思うんですけど、実はこれ、1台3役で使えるボールペンとなっております。3つの機能があります。で、まず1つがですね、普通にここのね、蓋を取ってあげると、
はい、先っぽはこれ普通のボールペンになってます。で、こんな感じで留めてあげて、ボールペンですよと、普通のボールペンとして使いますよという感じで、もうこの形の時点で、まあ、結構特殊なんでね、まあ、機能の想像ついちゃう人もいるかもしれないんですけど、まずこの蓋の部分のこの先端ですね。はい、こちらね、ちょっと黒い丸がついてるんですけど、これがですね、実はタッチペンになってます。iPad とかがあったら、このペンの先でですね、タッチしてこう操作していくことができます。うん、でタッチペンなので、まあ、基本的にこの指で操作しているのと同じような感覚で使えるものですね。まあ、動きの追従性もすごい滑らかですし、まあ、やっぱ指で操作するのと違うのは、やっぱり指でこうタッチしちゃうと、指紋がついててどんどん汚れていくんですけど、まあ、タッチペンで操作してると画面が汚れないっていうところがね、まずいいですよね。で、iPad に関しては、まあ、Apple Pencil とか使えばいいって話なんですけど、まあ、例えばこういったスマホですね。まあ、こんな感じでね、ペンを使ってスマホもね、操作することができるようになってます。こんな感じですね。っていうのがまず一つの機能と、で、あともう一個ですね。この先端のね、この形、まあ、めっちゃいびつな形してると思うんですけど、これがですね、まあ、最後の機能となってまして、実はこれですね、スマホのスタンドにもなるっていう特殊な機能がついてます。はい。これ実はこうテーブルの上とかにですね、こう置いてあげますよと。こうですね。で、そうすると、あ、逆の方がいいな。こうかな。うん。で、スマホをこう置いてあげるとですね、こう挟んで、まあ、スマホのね、スタンドになるんですよ。こんな感じ。だからまあちょっとね、角度つけて、なんか動画流したいなみたいな時に、これをこうやって、スタンド代わりに一応使うことができます。はい。これがまあ3つ目の機能なんですけど、まあちょっと正直この3つ目の機能は、そんなにね、使ってみておすすめはできないかなという感じです。はい。なぜなら、結構ね、これガタついちゃうんですよね、こうやって。まあ、支えてる箇所が1箇所なんで、まあ、左右のこの隙間が出て、スマホがちょっと浮いちゃうっていうところと、スマホをね、こうついた状態で置いたりすると、はい、これ今ね、この勝手にこのね、アプリが立ち上がったりとかしちゃうんですよね。まあなぜなら、この黒い部分の、まあ反対側にですね、多分この反応しちゃってるんですよね。まあ、毎回じゃないんですけど、たまにこのタッチ判定されちゃうことがあります。やっぱりされてる。うん、っていうところで、まあ、そこが若干気になります。なので個人的には、まあ、書きやすいボールペン兼、まあ、タッチペンですねっていう感じで使うのがいいのかな。で、一応ここスタンドにもなるっていう機能がついてます。そういうペンになっております。で、これがですね、このオトックススタンドプラススタイラスボールペンっていうものになってまして、まあ、こちらのシルバーカラーとブラックがあります。で、お値段が Amazon の方で1本950円で、売っております。はい、次がラストになります。次も、まあ、ちっちゃいんですけど、実はね、次に紹介するのが今回の中で個人的にベストバイかなっていうやつですね。はい、次紹介していくのこちらです。これですね、まあ、何なのっていう感じだと思うんですけど、これがですね、まあ、箱がこちらになるんですけど、スティッキールアケルーノっていう商品になってます。スティック型携帯ハサミ、ラクラク開梱っていうものですね。はい、これなんで買ったのかっていうと、まあ、この、特にですね、まあ、商品レビュー系の YouTuber やってると、まあ、毎日ですね、段ボールがめちゃめちゃ届くんですよ。まあ、一般の人も、まあ、Amazon で買い物とかして、段ボールが結構毎日届くっていう人もいると思うんですけど、で、その段ボール、毎回開けるの結構大変じゃないですか。で、それこそ、まあ、さっきですね、まあ、ちらっとお見せした、これですね。はい、これ、ダンちゃんって言って、これ、段ボールを切るのにね、優れた、まあ、カッターみたいな、カッターっていうか、ダンボールカッターみたいなやつなんですけど、これ何年か前にこの瀬戸さんがですね、紹介してて、まあそこで一気にですね、知名度が上がって、まあこれを購入したって人も多いと思います。で、うちもですね、これ2本使ってて、これともう1本あったりするんですけど、これちょっと見ていくと、まあわかると思うんですけど、めちゃめちゃもうね、傷んでるんですよね。まあかなり傷ついちゃってて、まあ何年も使ってるんで、だいぶ劣化しちゃってます。なので、切れ味も年々悪くなってきてます。はい。っていうところで、ちょっとなんかダンちゃんに代わる、なんかいい段ボールとかをカットするものないかなと思って、買ってみたのがこちらですね。で、これがサンスター文具さんから出てるんですけど、まずちょっと開けてみますね。こう、プッと開けると、はい、こんな感じの形態になってるんですけど、実はね、もうこの状態で、これカッターなんですよ。うん。
これハサミっぽい見た目してるんですけど、もうこのままの状態で段ボールとか紙とかを切ることができます、うん。で実はですね、すごい悲しいことにですね、この動画実はテイク2なんですよっていう感じで、さっき1回ですねカットして開封するとこ撮ってたんですよね。まあこういう商品があってバーッとこう開けてですね、で開けるとこうライザップのこのバーが出てくるっていうところを撮ったんですけど、撮れてませんでした。まあ、片方のこの上からの俯瞰のカメラがね、撮れてなかったんで、実はこれテイク2なんですけど、ちょっとね、ちょっと代わりになるもの切ってみますね。ちょうどね、未開封の箱がなかったんで、もうちょっと開けちゃったやつなんですけど、で、これ使うときはですね、まあ、こっち側ですね、要はこの斜めになってるこっち向きにして、こう切っていくと、結構ね、強くて、バツンとね、こう段ボールとかもカットするぐらいのパワーが実はあります。はい、こんな感じで結構ね段ボールカットしやすいですよ。いきますね、こんな感じです。見えたかな。ちょっとこの上の段ボールカットしますね。いきまーす。こんな感じ。厚すぎる段ボールとかは、まあ正直このノコギリみたいになってるこういったダンちゃんとかの方がゴリゴリカットしやすいんですけど、まあちょっとした段ボールを開封するぐらいだったら全然ね、いけますね。うん。っていうのがまず一つです。で、これもですね、実は、まあ一つの機能だけじゃなくて、もう一個機能があります。これが、まあハサミになってるので、こちらにですね、これ上の矢印がついてるんですけど、いきますね。これを上にこう押すと、パッと。はい。ハサミになります。チョキチョキ切れるハサミになっているので、段ボールとかにこう、ハサミを、ね、入れてこともできるんですよね。段ボールはあんまりカットするのはね、深くいくのがちょっと難しいので、まあ、ちょっと切れ目を入れるぐらいですね。っていう感じで使います。あと、紙とかですね。こういった紙とかを、切るハサミとしては全然使えます。こんな感じですね。で、ハサミとして使わないときは、キュッと。戻してあげると、これ普通のカッターになります。まあ普通のっていうか段ボールとかを切れるカッターになります。この2つの形状をですね、使って、開封を楽にするっていうアイテムですね。意外と段ボールとかも結構切れるんですよね。こんな感じで。バツッと切ってあげることができるんで、まあ、開封するときにすごい楽になります。うん、で使わないときは、まあ、刃が剥き出しになって危ないので、まあこういった感じで。蓋をね、してあげて、まあ、さっきのね、このケースの中にこう入れとくと。まあ、すごい便利っていう感じですね。で、こちらがですね、Amazon の方で719円で購入することができます。はい、ということで、今日はですね、まあ、最近 Amazon で購入した安くていいもの3つですね、紹介してみました。まあ、今開封して使ってみた中で、一番気に入ったのはこれですね。まあ、段ボールとかを切るこのカッター、これがね、一番いいなと思いました。うん、スッとスライドさせればハサミになるし、戻してあげればカッターになる。で、まあ、この中にこうしまっておけるっていう感じですね。段ボールをですね、開けるっていう作業がですね、かなりはかどりそうだなと思いました。ぜひ参考にしてみてください。ということで、今日はね、ちょっとガジェット集の薄い動画になったんですけど、まあ、たまにはこういうのもありかなと思います。Amazon で買った、安くていいもの3つでした。この動画良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。